三浦新2013年3月12日は日本の銀行家。山形銀行頭取会長を歴任した。2010年局実小児賞受賞三浦八太郎山形銀行頭取の長男として山形県山形市に生まれる。東京商科大学学長や両右銀行頭取を務めた三浦新七は祖父。慶応義塾大学小学部卒業後。 三菱銀行勤務を経て、山形銀行入港。常務、専務を歴任し、45歳で頭取りに就任するが、これに対しては、校内外から若すぎるとの声も出た。頭取り在任中は、金融の自由化や国際化に対応し、事務センターの建設、第三次オンライン計画の策定のほか、1988年には、総預金1兆円を達成した。 1993年には会長に退き、後任には、庭公越専務が昇格した。以後、庭頭取、三浦会長の体制が2005年まで続いた。他に、県銀行協会会長や山形商工会議所、副会長、山形経済同友会代表幹事、経代表議員なども歴任した。2013年3月12日、人不全で死去。 72歳。子息に、三浦慎一郎山形銀行専務取締役がいる。日本経済新聞宿刷版1985年6月、山形銀行100年史編纂部会編、山形銀行100年史山形銀行、1997年。AB、追走録山形銀行元と踊り、三浦慎ん山形コミュニティ新聞。 http://www.iamacomi.com スラッシュ3 6 9 4 h t m l 2 1 3年9月17日閲覧ありがとうございます。